クサクミルクの赤崎です。はい、どうもメンズ赤星です。さあ今回やってきましたね、はい、お願いします。ラーメン中島屋、おう、神奈川県横浜市神奈川区丹町です、ね、丹町ですか。はい、丹町行ってまいりました。まあ東急東横線ですね。はいはいはい、丹町駅から徒歩1分。あー1分、はい、かなり立地のいい場所ですけど、はいはい、こちらキャベツラーメン元祖と言われるお店です。あ、最初にこちらのご主人が初めてやられたんじゃないかということで。あー、そうなんだ、はい、創業、ね、はい、1995年ですからね。はい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 、老舗ですよ。老舗だね、やっぱりね、家系の店でもね。で、あの、もともと平沼市にあったんですけど、はいはい、あの、火事になってしまいまして。あー、マジか。火事を機にちょっと2016年に丹町へ移転したということなんですよ。火事になっちゃったの。僕は平沼橋の時代から行ってました。あー、なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、基本メニューはラーメン、海苔ラーメンで、キャベツラーメンがこちら名物でございますね。そうなんですよ、まあ、特別をされてるわけじゃないんですけども、はい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 、まあ、僕はもちろん元祖となるキャベツラーメンを行っちゃってるんですね。選択しました。ありがとうございます。はい、着丼です。起きた。はい、キャベツラーメン830円。はい、全て普通で今回は、はいはいはい、出させていただきました。で、これライス小ですね。あ、ライスは小のみ100円で、小のみ、はい、はいはいはい、で、デフォルトで海苔が3枚、チャーシューが2枚で、はいはい、そうですね、はい、うわー、これはシャキシャキそうで、うまそう。シャキシャキですよ、本当に。じゃあ、いただいていきますね。いただいていきましょう。はい、スープからちょっと聞きます。これね、家系の中ではかなりしょっぱいというか、しょっぱい、まあ、醤油が濃いというよりは塩気が多いという感じなんで、濃いめにする前にデフォルトで一旦行ってほしいですね。はい、アイデンティティ高めで、で、麺はあの、缶の製麺ということで、缶の製麺、なんかね、あの、家系はやっぱ中太縮れ麺のイメージですけど、はいはい、ものすごいツルツルしてるという。あ、確かに確かに確かに、はい、見た感じそんな感じしますね。見た感じで、うん、画角下に下げましたけどね。はい、下げてましたね、はい、で、移転前は一応堺製麺だったという。あ、あの直径のおなじみの、直径のおなじみですね。で、チャーシューに、あ、チャーシュー来ましたよ、はい、来ました。これ、ちょっと待って、豚じゃないですかこれ。あ、まあいわゆるね、いわゆるこの丸みはちょっとね、ちょっとあのー、マシマシ TV 感出ちゃってますよねこれね。二郎系でよく見る形だよねこれね。うん、はい、で、豚で、豚ですねこれ完全にね。はいはいはい、はい、あ、で、キャベツいきましょうか。あ、そのままキャベツいきましたね、はい、これね、うん、他の野菜では味わえない甘みということでね。確かにキャベツ甘みがうまいからこれね。だからこれしょっぱいスープと合うんですよね。あー、なるほど、はい、ちょうどね、いい感じに中和させて。なるほど、そうなんです、中和させて、いい感じで食べていきます。どんどんね、はい、まあ、ザクザクと、はい、いきますよ。あ、ヤバンブラックペッパーね。いやいや、笑ってるけど、半分の笑ってるけど、あんたがやってきたこれ。その通りですけど、俺もあと会いたくない、ちょっとね。あ、そうなんですか。本当に半分のが置いてる。まあ、まあ、でもまあね、キャベツにね、うまい具合にあってね、はいはい、しょっぱさも加えてね、めちゃくちゃキャベツだけ、うん、そう、いや、もうあのキャベツの食べてる時間の方が長いんじゃないかっていうこれね。もはや、あ、こんな入ってんだね。あ、そうですね、すんごい入ってる。もう麺はその前にツルツルと行かせていただいたんで、でライスに、野菜コールしたんですか。いや、キャベツコール、キャベツコール、キャベツコールっていうか、キャベツの食券ね。食券か。そう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 。で、ライス、まずはね、まあ、家系お決まりの海苔でいきますよ。海苔でいってますね、これね。スープを浸してね、はい、結構うまそうだよ。いや、ほんと塩気がほんと強いんで、あ、はいはいはい、めちゃめちゃご飯に合うんですよ。まあ、ご飯の甘みもここでまた包み込んでみたいな。あ、そうね。で、キャベツまだ残ってました。まだ行くんかい、キャベツ。めちゃ食ってたけど、まだ残ってんだ、それは。すげえな、キャベツマニア。で、キャベツはまだ置いといての、一回置いといて。で、ニンニク、ここでニンニクね。はい、で、ニンニクはやっぱ豆板醤も。あ、豆板醤、やっぱ家系のやっぱご飯の楽しみ方といえば、ニンニクと豆板醤。小指の先っちょぐらいしか入んなかったけど。いや、まあまあまあ辛いからね。まあまあまあ。で、胡椒を入れの、はい、スープですよ。はい、で、キャベツがね、いい感じにふやけて、あー、おいしいおいしい、おいしいわけですよ。お鍋の底にあるキャベツぐらいの。まあまあ、そうね、うん、まあまあ、それは相当ふやけてるよ、それは。あー、ここでごちそうさまでした。はい、あ、ほら、スープのこの色。あー、そうね、まろやかな感じもするでしょ、ちょっとね。というわけで、家系戦闘力は今回は 87.5。 あ、味の濃さがもう95ですか。まあ、そうですね。あー、そう、醤油度よりもしょっぱさの、そうなんね、感じなんで、塩気の方ってことなんですね。そうですね。うわー、でも丹町駅って、え、東横線の横浜の上、上ってなんで上下だ。まあ、まあ、上り下りっていうからね。上空じゃないけど、上り下りっていうからね。博楽よりも横浜側。あ、横浜側。そう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 。あ、まあ、なんで特急乗っちゃうと、もう横浜行っちゃうから、来てなの後にね。あ、ちなみに平沼橋時代から僕結構行ってまして、はいはいはい、横浜駅からまあ歩いて行ってる距離なんですよ。あ、僕はあの吉村屋を通過して中島屋を選んでる時期もあった。まあ、それぐらい味がちょっと個性的で違うんで。ああ、それはじゃあ行く価値がある。もう食べるために。そうです。
あの天賦スランプ吉永も通っていたという。天賦スランプ吉永、天賦スランプ吉永も通っていたという。吉永君も、はい、おなじみの中島でございます。あ、マジっすか。はい、うわ、これちょっと僕は知らなかったです。本当にぜひ行ってください。ちょっとあ、なるほど、まあ、あえて東横線で各駅に乗って端末で降りて行ってください。あ、ちょっとこれは皆さん楽しみにしてください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。